そう、でもこっちの全体がすごい伸びてきたからめっちゃ跳ねる。もうなんかこんなになります、朝起きてると。すごいね、そう跳ねる。もうちょっと短いとそんなことないんですけど。おはようございます。あ、ギフトありがとうございます。あー、また見えなかった。わ、これすごい何かよく分かんなくて、そう、これがもし来たらちゃんと観察して何なのかをそう理解しようとするけど、むずい。全然見えなかった。またなんだろうこれ。かわいい。でもこういうやつ、あっという間に10月。いや本当に信じられません。私はもう10月だなんて、やだ、早すぎ。9月もう一瞬でした 9月が一瞬すぎてやばい。おはようございます。そうだ、そういえばあれなんですよね、なんかモバメが治った気がする。ここ1週間は行くか行かないかぐらい別のアプリから送ってたんですけど、昨日試しに前のアプリから送ってみようと思って送ってみたら送信されたんですよね。だから多分前の感じに戻ってる気がする。そう、なんか最近ちょっと文字がちっちゃいみたいな、そうなってたんですけど、そう治った気がする。おはようございます。そう、別のアプリから送ってたんですけど、昨日試しに送ってみたら送られた。何だったんだろう。そう、でも携帯アップデートしたんですよね。それもあるのかなとも思ってるけど、いやどうなんだろう、分かんないけど、まあとりあえず直りました。前のアプリから送れるようになったよって報告しておきますね。まあ、ファンの人はあんまり違いわかんないと思うけど、私からしたらすごい送りやすくなりました、前と違って。おはようございます。おはようございます。朝からかわいい。そう、今日めっちゃ眠そうな顔してますけど、一段といつもより。めっちゃ眠そうじゃない？ あと10日で誕生日なのね。そうです、そうなの、あと10日で誕生日なの。やだ、なんか誕生日来ちゃうの。自分が18歳になる準備まだできてないんだけど、
まだできてないんだけど、やだな、全く実感がありません。トーク会の直後に誕生日ですね。そうですね、トーク会が次も10月9日と10日にあるんですけど、そう、その10日の次の日、11日です、誕生日。いや本当にそう、まだまだだと思ってたけど、もう10月だし、あっという間だな。早い。おはようございます。おはようございます。あっという間ね、本当もう。やだ、早すぎて時が経つのが。おはようございます。10月9日のトークが追加しようと思ったら言ってた。じゃあ別の日に来てください。別の日に来てください。いつでもいいですよ。別の日におめでとう言いに来てください、誕生日。おはようございます。18歳は免許取れるから早く来てほしかった。まあでも確かにそれはありますよね。そこは確かに大きいけど、それは17歳と18歳の違いよ。そこはやっぱできることが増えていく気がする。いいよね。私も9月、8月終わりぐらいからずっと免許取りたいって言ってたのに、もう10月なんだけど。絶対9月行けた、車庫。結局何もしませんでした。それが私ですね。まあまたいつか行ける時が来るでしょう。あと2ヶ月で2021年終わるのやばい。いや本当に実感がなさすぎますね。さすがにちょっとやばい。もう2ヶ月絶対すぐな気がする。絶対に一瞬一瞬ですよね、もう。あ、ギフトありがとうございます。トーク会で何話そうかな。いや何でもいいですよ、トーク会。ほんと何がありました、前回のトーク会の、トーク会からその次のトーク会までに。うん、何があったっけ。ツアーでもいいし、
ツアーのツアーとなんかあったのかったっけ。ツアーでもいいし何でもいいですよ。おはようございます。おはようございます。あーそうだ、ゼップもあるじゃん。ゼップもあるじゃん。そうだよね、大阪と名古屋も終わってるか。そうだ、その感想でもいいです。全然自分の話してもいいよ何でも聞くよ。おはようございます。やっぱトーク会の内容は考えていくんですか、皆さんは。でも考えていかないとさ、絶対にさ頭真っ白になるよね。私だったら多分なると思う。だから初めて、もしその例えば本当に初めてそのメンバーに会うってなった時は、やっぱこういうショールームとかでは見てるけど、やっぱなんか存在するんだって思いそうじゃない存在するんだって思いそう。そのやっぱ画面でしか見てない人を急に目の前にさするとさ、本当に実在するんだっていう感情になりそうだよね。絶対緊張する、そんなトーク会なんて。ゆうた、ありがとうございます。これも可愛い。大体真っ白になる。いや確かに、でも分からなくもないです。って言っても私はちょっとね、握手会とかいうそういうものは行ったことなかったので、まあ何とも言えないんですけど。おはようございます。やっぱでもなるよね、頭真っ白に。落ち着いて喋れないよね、普通に考えて。緊張しちゃう。あげへた、ありがとうございます。真っ白になったら助けてください。助けてください。助ければいい、ゆずがじゃあ刺しますね。助ける、助けた方がいいかなってあと40日弱で配信連続3年なんですね。そうそうなんですよね。もうそんなになるんだって感じだけど、もう3年になるらしい。あっという間。おはようございます。名古屋ドームの善悪行ってからもうすぐ年、ね、名古屋ドームの善悪ってあれですか、もしかして。え、すごいレーンみたいないっぱいあったやつ。え、伝わるかなこれで。なんかすごい大人数のレーンみたいななかったっけ。
それ違うか、違う時かな。でもなんかありましたよね、何十人かのレーンが、私それ参加した気がする。もう4年経つのあれから。嘘、あ、いやでもおかしくないな。あ、そうだ、じゃあそうです、その時だわ。48人レーンみたいなのあったんだよね、めっちゃ覚えてる、なんかもう新鮮すぎてめっちゃ覚えてます。なんかありましたよね、え、超懐かしい、やばめっちゃ懐かしいじゃん。そう、それでその48人の時になんかラブリンが来てたらしくって、そう、私なんかラブリンと握手したらしい知らなかったけど、っていうのをラブリンが入ってきて、その SKE に多分まだ研究生の時に、私ヘズボさんと握手したことありますよみたいな、そう言われた。そう、でも48人も咲いたらさ、すごいよね。もう握手してる時間何秒よって感じじゃない、もう1秒ぐらいしかなさそうえ、48人ね、どういうのだったっけ、全然あまりもう覚えてないけど、なんかやばかった気がするとりあえずやばいみたいな気持ちでした、人が多すぎて。そう、あの時いたんだって、ラブリン、おはようございます。そうだから、私ラブリンとはその SKE に入る前に一回そうお話ししたっていうエピソード。おはようございます。いやー、合同握手会とかめっちゃ懐かしい。生誕 T シャツ届いて、あ、ありがとうございます、ありがとう。その時ラブリンさんと何話したの？いや覚えてないですよ、それだって朝から言われるんだもん、朝から言われるんだもん、覚えてないよ。そんないろんな人がいるわけだからさ、そんな10秒もその話してないわけだし、ラブリンの方が年上だからお姉さんやん、私からしたら。そうだから全く覚えてないです。なんかもう流れ作業みたいな、もう本当にその立ち止まる感じじゃなかったんだよね。そう、なんかもうずっと歩いていくみたいな、本当それぐらいのレベルのあれだったから、そう、なんかもう握手ってよりほぼハイタッチみたいな感じだった。本当そうだったですよね、なんかもう握手会ってよりハイタッチ会みたいな、本当そんなノリ。そう、なんかいろんなファンの方が、例えばもう AKB さんと HKT さんと SKE のメンバーの48人例だったから、いやもう人が多すぎて、普段だってその握手しない人がもうほとんどだったから、なんかもう新鮮でしかなかったですね、その時は。もう人見知り人見知りって感じで、でもすごい懐かしいな、なんか。懐かしい。
場のハイタッチ復活してほしいな。私劇場でハイタッチしたことないんですよね。ハイタッチ経験なし。入っただけから今と同じでした。18歳になるのか。そうですよ、18歳になる。早いでしょ。18歳になっちゃう。13歳で入ったのにもう18歳。早い。あの時は意外にマンゴーの人だった。意外にマンゴー、もうそんな時かはめっちゃ前だ。なんか意外にマンゴーって聞くともうめちゃめちゃ前じゃんってなる。意外にマンゴーの衣装可愛いよね、あの白と水色の。めちゃめちゃ可愛いよね。すごいタイプなんだけど意外にマンゴーの衣装。あれは研究生の衣装めちゃめちゃ可愛いですってすごいなんか正規メンバーの人に言われてた。研究生の衣装が一番可愛いって言われてました、あの時はね。いやほんとそれぐらい可愛いのよ。ちょっとワンピースでなんかセーラー服みたいな襟がついてて後ろにリボンがねあるんだけど可愛いけど、もう自分のやつ入りません。もう背が伸びすぎて自分の衣装入らん。まあでももうあの研究生の衣装だからもう着ることないからあれだけど、そう一回なんかの時に来た時に入らなかった。あ、また可愛いやつありがとうございます。ありがとう。ズボンタイプもいいよね。そう昇格してからそうなんか先輩卒業された先輩の衣装を借りて着るんですけど、意外にマンゴーとかそういう衣装はズボンタイプだった。ズボン可愛いよね。意外にマンゴーのズボンの衣装スタイルよく見えるから好き。可愛い。おはようございます。うわ、許してしまった。おはようございます。うわレインボースターありがとうございます。なんか久しぶりに見た。ありがとうございます。久しぶりに見ました。衣装で言ったらね、誰も好きバンザイヴィーナスの衣装とか好きです。可愛いよね。あれでも着たことないんだよね、確かバンザイヴィーナス。可愛いなと思ってるけど、一回も着たことない。あれでも好きです、バンザイヴィーナス。
おー、朝からお元気で、おはようございます。大須で撮影してみたいですか？いや実はね、私大須で撮影したことあるんだよねそう、あるんだよね、大須で。思いっきりありますね。普通に撮影したことあるよ、大須で。真っ赤なスカートで紺の制服乗ってなかった。え、全く思い浮かばんぞ。真っ赤なスカートに紺の制服、どれだ、全然わかんない。写真見たらあーってなりそうなやつだけど、なりそうだけど、言葉で言うとわかんないな。真っ赤なスカートに紺の制服、どれだろう。ございます。ああ、無意識の色。ああそういうこと。あれ紺色のスカートじゃないですか。え、コヨーテフラグで全員が着てたやつ MV で。あの衣装もね、あれいいですね。めちゃめちゃなんかスカートが絶妙に短いから足が長く見える。あと靴もなんかちょっとヒールが高くていいんです。あの衣装、あの衣装も素敵。おはようございます。ああ、無意識の色。ああ、そっちか。すごい思い出した、そっちね。うん、無意識の色の MV のやつか。ああ、一回壁写できたやつかな。え、すごいピンときました今。無意識の色のやつですね。確かにあれ赤のスカートに紺の制服みたいなやつだわ。紺の制服っていうか、まあ、紺のあれですね、上着みたいな。ああ、あれも可愛い。確かに。でもあれも好きです、無意識の MV の白の方、全身真っ白みたいな、あれも好きだよ。全身真っ白スカート、スカートに白いこうなんかここになんかいろいろここに貼ってあるやつ。チョコの奴隷の衣装、あーいい。チョコの奴隷の衣装着てチョコの奴隷披露できた時はめちゃめちゃ嬉しかったすごい嬉しかったですね。主演の方ありがとうございます。 SK ホテルチーム S のしぐれ好きです。ありがとうございます。ありがとう。おはようございます。いいね、衣装。やっぱりリクアオとかだとそのオリジナルの衣装を着て披露するっていうのがあるから、リクアオやりたい。おはようございます。リクアオもっとやってほしい。いや、やりたいね。だってもう3年やってないから、やりたい。リカは前のめりの衣装好き。
どっちだ、制服の方ですか、それとも紫の、白と紫のやつ。白と紫のやつはめちゃめちゃ可愛い、ほんと可愛い。あ、紫のやつか。あれも確かにめちゃめちゃ可愛いよね。白と紫の。確かにあれも可愛いわ。まだ着たことない衣装なんていっぱいあるからね、着てみたいのばっかりよ。スタンドバイユーの衣装、あー青のね、あれも確かにすごい可愛い。あれはなんか絶妙に丈が長くて好き。あれもいい、確かにいいよね。あれもなんか人気高そうな見た目してるよね。わかるわ、なんか好きっていう理由が。いつもあの衣装好き。もうずっと着てないな、でもスタンドバイユーの衣装。おはようございます。ハートありがとうございます。ありがとう。かっこいい系より可愛い系の衣装が好きですか？いや、どっちも好きです、別に。そんな、なんかこの衣装苦手とかはない、特に。全部可愛いに見えちゃう。かっこいい衣装でも好きですよ。例えば、あれとか、人生の無駄遣いの衣装とかも好きだし、全然、あれも好きです、普段着てる。公園でダンスメドレーとかの衣装も全然なんかもう可愛いって思っちゃいますね。かっこいい系の衣装だけど好きです。待って、もう58分だ、早い。明日はね、劇場公演があるんですけど、やるんだろう、ちょっと待ってくださいね。何時でしょうか。ちょっと時間計算しますね。6時半とかからかな、6時半から7時とかにやる。いや、間に合うかな、それで。いや、間に合うな、6時半から7時にしよう。そうします。明日は多分これで間に合うでしょう。明日はちょっと劇場公演なので早めに、まあ、夜もできなくはないんですけど、ちょっと怖いから念のため朝やります。すごい声ガラガラ。今日もありがとうございました。明日も朝6時半からやります。ありがとうございました。また明日。バイバイ。ありがとうございました。